はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ、 MLB はオールスターとドラフトが一気に終わりまして、後半戦がスタート。次なるビッグイベントは8月2日のトレードデッドラインで、トレードの噂も出てくるようになりました。そして今そんなトレード関連で注目を浴びている選手といえば、やっぱりナショナルズのフアン・ソトでしょうね。ナショナルズとの契約延長交渉が難航しているソトは、先日チームからの15年総額4億4000万ドルのオファーを断ったとされ、チームはソトのトレードも検討し始めたと報道出まして、一躍トレード市場の注目選手となりました。昨年のトレードデッドラインではマックス・シャーザーやトレイ・ターナーなどの大物選手も結構動きましたが、今季はプレーオフ枠の拡大もあって明確な売り手に回りそうなチームが例年よりも少なく、スーパースタークラスの目玉選手が不在だった印象の今季のトレード市場にいきなりソトが出てきたわけですから、まあそら話題になりますよね。ソトは今季が MLB5 年目ながら、年齢はまだ23歳と若く、それでいてすでにリーグのスーパースターという立ち位置を確立している選手なわけですが、普通に考えてこのクラスの選手がこの年齢で移籍市場に出てくることは珍しい。通算118本のホームラン、ウィンザーボリプレイスメント 21.0 と順調すぎるキャリアを歩んでいて、オールスター選出は2回、ここ3年は MVP 投票上位と結果を残してきている外野手。しかもソトは2024年オフに FA となる予定なので、今獲得すればあと2年半も保有できる点も彼のトレードバリューをさらに高めています。ただのレンタルではないどころか、これから2年半はチームに貢献してくれる点は多くのチームの興味を集めそう。今期の時点で年俸が1710万ドルと、もちろん外クラスの選手にしては安いとはいえ、絶対額としては安いとは言い難い額で、来年再来年と年俸が2000万ドル3000万ドルと上がっていく点や、また獲得後に彼と契約延長するなら記録的な大型契約を提示する必要もある点はネックであるんですが、獲得すれば間違いなく普通の選手では出すことのできない価値をグラウンド上でもたらしてくれる極めて優れた選手です。それだけのスーパースターなので、もちろんナショナルズもそう簡単にソトをトレードするつもりはなく、彼の価値に見合うだけの見返りを要求するだろうと言われています。ナショナルズが要求している条件として出たものとしては、まずチームの参加トップ4人のプロスペクト。ソトを出す以上、ナショナルズは最低でも2、3年はじっくり時間をかけて再建を行っていくわけですが、その再建に貢献できる選手たち、またそれとは別に若手のメジャーリーガー、今後のチームの主力となれる若い才能も欲しいと。さらにパトリック・コービンの契約の引き取り、来季以降2年総額5900万ドル契約が残っていますが、コービンは2019年のナショナルズの世界一に大きく貢献しながらも、直近2年間はウィンザーオリプレイスメントマイナス 2.7 の先発投手で、 MLB でもワーストクラスの先発投手、要するに不良再建も引き取ってほしいと。ナショナルズは外を放出した場合に時間をかけた再建に入っていきますので、別にコービンの契約を絶対に処分したいわけでもないとは思いますが、現実問題として外のトレードバリューがありすぎてトレード先が見つからないという問題もあるでしょうから、コービンを引き取ってもらうことで多少トレードのハードルを下げようという考えでしょうかね。またこれとは別にトッププロスペクト 4,5 人のパッケージでも良いという話もあったりしますが、まあ共通して言えることとしては、ソトという特別な選手に見合うだけの質と量どちらも満たしたプロスペクトないしメジャーリーガーをくれということですね。要求の水準が高いので、それに見合うパッケージを出せるチームは多くはないとは思われますが、しかしこういったスーパースタークラスの選手の移籍先候補としては今回珍しくマリナーズの名前が結構出ています。マリナーズはマイナーの層が比較的厚く、若手のメジャーリーガーあるいはメジャーに近い素材もそれなりにいると。またペイロールにも余裕を現状持たせていますので、コービンを引き取ることも一応可能。外の移籍先候補にドジャースやヤンキース、メッツなど、実現可能性に関係なく、まあ、どのスター選手の移籍先候補にもほぼ上がってくる球団たちや、あとはメジャーですぐ活躍が見込めそうな若手が多いカージナルスも有力候補として上がっていますが、これにさらにマリナーズも混じっていて、なんか不思議な感じはするんですが、確かにマリナーズも条件は整っているわけです。ただ果たしてナショナルズが満足するだけの見返りを提示できるのか。トレードシミュレーターを提示しているベースボールトレードバリューズの基準によれば、外のトレードバリューは今のケルニック8人分に相当するようで、はっきり言ってそう簡単に実現するものではないかと思われます。参考までに MLB.com が提案したトレード案をご紹介します。マリナーズが外を獲得し、ナショナルズは6人の選手、現在ローテーションで活躍しているジョージ・カービー、昨年まで球界トップクラスの評価を受けていた元有望株のジェレッド・ケルニック、その他参加ナンバーワン有望株のショートノエル・ビ・マーテ、昨年のドラ1ハリー・フォード、2年前のドラ1エマーソン・ハンコック、ここにもう一人参加25位の有望株フアン・ピントを入れた6人のパッケージ。
どうですか、マイナーをほぼ全部投入、こんなに出さないといかんのかと思われた方も多いんじゃないですか。しかし先ほどご紹介したベースボールトレードバリューズにこのトレード入れてみましたが、これでも外の方がまだはるかに価値があるという結果になってるんですよね。いや恐ろしい。それだけ外のトレードバリューが高いことになりますが、しかしこの夏マリナーズがこのトレードを敢行してしまうと、ただでさえ先発ローテーションのデプスが薄いチームからカービィが抜けることになりますので、他に補強がなければローテーションのレベルが一気に下がってしまいます。いくら外を取れるからといってそれは厳しい。この夏にトレードをまとめるとしたらカービィを抜いたパッケージにする必要があるんじゃないのかなと。でコービィの契約をマリナーズが引き取ることで多少外のトレードバリューを下げてカービィの枠をカイル・ルイスにした案を考えてみました。外を獲得するならチームの今後のロースター編成において同じ外野手のルイスやケルニックが絶対に必要な選手というわけではなくなりますので、この2人は比較的動かしやすくなると。ナショナルズが求める若手のメジャーリーガーという条件にも合いますし、ケルニックはほんの1年前までは球界トップ5のプロスペクトでメジャーでの実績がないとはいえ、現状トリプル A では素晴らしい成績を残している23歳と考えれば、今でも球界トップ50以内のプロスペクトと同等とみなすことはできるはず。ここにマリナーズ参加で評価の高いマーテ、ハンコック、フォードを加えた合計5人のパッケージですね。これでもベースボールトレードバリューズのシミュレーション上は価値に結構乖離がありますので、もう一人くらい参加30位以内のプロスペクトをプラスする必要があるかもしれませんが、一応マリナーズ参加で評価の高いプロスペクトがケルニックもプロスペクトと扱うなら4人いて、若手のメジャーリーガーの枠にルイス、さらにコービーの契約も引き取って相手の要望は満たしてはいます。マリナーズもチームの未来を極端に犠牲にすることのないまだ許容できるパッケージなのかなと思いました。ただこれでも獲得に伴うプラスの側面、マイナスの側面、双方ありそうですよね。当然ながらプラスの要素としてはまだ23歳のスーパースターを獲得するまたとないチャンスで、こんなことまずないと。おまけにワールドシリーズ優勝経験まであるわけで、マリナーズとしてもこれ以上に頼もしい特別な才能はいないわけです。今年のホームランダービー決勝をフリオと戦ったソトがマリナーズ打線の中軸を担う。得点力アップがなかなか実現できていない打線に外が加わる未来、これに夢見ないファンはいないでしょう。マーテを筆頭として今マリナーズが抱えるトッププロスペクトをほとんど出すことにはなってしまうんですが、そもそもとしてプロスペクトはプロスペクトなわけで将来は未知数。放出した選手が今の外クラスの選手に成長する可能性は基本的には低く、それなら外に変えられるチャンスがあるなら変えてしまった方が良いという考えはあるでしょう。一方でマイナスはより現実的な話としてトッププロスペクトをつぎ込むリスク。いくらプロスペクトが外レベルになる可能性が低いからといって一定以上のレギュラー選手になる可能性だったら話は別で、そういった選手たちが集まった層の厚いチームの方が強いという考えもあるでしょう。マリナーズはかつてオリオールズとのトレードで痛い目を見ました。また同じことをやるのかという懸念もあります。またトッププロスペクトをつぎ込む以上は契約延長もしないと割に合わないわけですが、外の代理人はかのスコット・ボラス。条件が悪ければ失敗する可能性もありますし、仮に契約延長できたとしても今度はフリオとの契約延長をどうするかという問題も生じます。マリナーズの財政事情からして外とフリオどちらとも大型契約というのは難しいでしょう。金銭面の負担もコービンを引き取った場合は大きいです。コービーの契約と外の今後の年俸の上がり方を考えると、2人合わせてこれから2年間で1億1000万ドル、2000万ドルくらいかかります。マリナーズは現状ペイロールを低めに抑えていますが、それは今後主力選手が年俸調停を迎えた際のことや、FA でニーズに応じて大型契約を結ぶ余地を残している側面もあるわけで、そのためのお金の余裕をこの2人に使って良いのか、勝負期が始まったばかりのマリナーズにとってはマイナスの方がもしかしたら重いかもしれません。なのでマリナーズ外は空見られるなら見たいですが、少なくともこの夏それが実現する可能性は低いんじゃないのかなと思っています。編成トップのジェリー・ディポートは常々長期間勝てるチームを作りたいと言っていますし、そのためにはマイナーを常に一定水準以上とすることは必須。またディポートさんはロースターを組む上で層の厚いチームを目指そうとはしているようなので、勝負期が始まったばかりの今一人のスーパースターにトッププロスペクトをほぼ投入する未来はちょっと見えません。先発投手など他に優先すべきポジションもあるので、果たして今取るべきは外野手の外なのかというそもそもの問題もあります。ただ何度も言うように外クラスの選手がこの年齢で移籍市場に出てくることは滅多にありません。マリナーズもそれを理解しているはずですし、獲得できるだけのパッケージを用意できる数少ないチームであることも分かっているでしょう。トレードが大好きなディポトさんはいつも我々の予想を超えるトレードをまとめてきますので、果たして外に関してはどうなるでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。